なんかしかないじゃん。まあ、確かに。だからでガソリン代とか全部省いたらもうマイナスみたいなもんでしょ。まあまあまあ。みたいな感じだったよね。そうそうそうね。うん。ショックみたいな感じはあったけどね。確かにね。やっててね。いや、うん、そんな閲覧線とかあって何時間やって500円とかあるんですね。まあね、だからね、うん、投げる価値がないんだな、きっと。価値がないっていうか、別に投げる人いないだけじゃないですか。まあ多分ね、うん、ね、まあ、仕方ないね、ほんとね、うん、うん、いや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 、別になんか、うん、価値イコールお金じゃないですからね。何が？いや、なんか投げ銭って別に価値があるから投げてる、うん、いやイコールじゃないですか。だから価値っていうか、うん、面白かったとかね、うん、なんかそういう風な意味じゃあるじゃん、やっぱね、ぶっちゃけ。いや、そうでもないんじゃないですか。いや、そういうのやっぱあるよ。いや、でもあるある。いや、私の枠は大体そうよ。ああ、うん、いろんな枠あるじゃん、やっぱね。まあまあまあ、まあ、言ったら、はい、そう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 ね。うん、だってえ、でも、うん、面白いイコール投げ銭でもないですけどね、実際。いや、でもそういうのもやっぱあるよ。え、でも、例えばですよ、うん、例えば、うん、まあこれあんま言うのもあれですけど、うん、なんかこう、まあぶっちゃけこう、無料でこう、なんていうの、うん、映画とか、うん、アニメとか見れたりするじゃないですか、うん、なんか天才動画とかに、うん、あれだってだから自分が見たくて面白いと思って見るじゃないですか、うん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 、でもあれ別にほら例えばなんか Hulu とかなんかそういうのあるじゃないですか、うんうん、あと、なんかレンタルとか、うん、課金してなんか見れるものあるけど、うん、でもあれって別に無料で見れたら無料で見ないですか。面白いものにお金を必ず使うんだったら、うん、だったら Hulu とかなんかこう、うん、U-NEXT とかそういうの契約してやるけど、あれ月明けでしょ。そうそうそう、うん、でも無料で見れる、ぶっちゃけ無料で天才されてたら見るじゃないですか、うん、そっち無料の天才っていうか、だからそうじゃなくて私の配信はあれだよね、だって歌とか歌ったりとかね、踊ったりとかあれだよね、最後にバババババっていう風に飛んでくる感じだからまた違うんじゃないかな、はい、まあてか人それぞれいろんな気持ちで投げてるから、そうそうそうね、まあ、投げててこうなんかリアクションが面白いとか、ありがとう、そうだからリアクションね、そう自分のやっぱ好きな配信者が、うん、に投げてその人がこうなんかこう喜んでくれたらなんか投げがいがあるとか、うん、そんなレベルでしょ大体。あ、そうね、好きになってでも投げ銭して名前覚えて、うん、あ、そうね、それもあるよね、大体そうだと思う、しいとかね、もちろんいろんな気持ちで投げてる人いますけど、うん、確かにね、大体は多分そっち系だと思うんですよ。いやでもね、そういう価値もやっぱあると思うよ、きっと、うん、価値っすか、うん、あると思う私は、うん、うん、まあ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 ね、アルリッチありがとう。何これ。これイベントのやつ。あ、イベントですか。今イベント中なのよ。あ、なるほどなるほど。そう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 。ね、うん。そうっすね。でしょ、だって。だそうやってあんた言ってるけど飛んでないじゃんとか、あんただってでしょだって。え、どういうことか。いや、あなたも結構なんかそういう風にちょっと理屈っぽく今言ってるけどさ。いやでもそうだ、別に面白いイコール投げ銭じゃないですよ。だ面白くないイコール投げ銭じゃなかった。今ごじゃ飛んでんじゃん、そうやって言ってんだった。逆に面白くない配信に投げる人もいますからね。あ、確かにね、絶対いますよ。そうそう、あ、多分ね、うん、雑談とか飛ぶんじゃない。だってなんか自分がもしすげえ金持ちだったら、くっそつまんない枠に、うん、例えば100万とか投げたら、なんでこんな枠に100万投げるのって周りの反応が面白いじゃないですか。そのためにそんな飛ぶ、そのために課金したいって人もいるじゃないですか。いや、それこそ俺なんか昔いた、なんか俺も投げてもらったけど、うん、なんか塾長とかって人がいたんですよ、うん、あの人とか完全にその投げ方っすよ。あ、そうなの。そう、あえてつまんない配信に爆投げして、なんでこんなクソクソみたいなつまんない枠に投げるんだっていうのを楽しむためにお金を投げてるみたいな。いや、塾長さんとかって結構あれだったよね、あの、あちこち投げてたもんね。そうそう、いや、あれだから絶対そうだよ。春ちゃんありがとう。で、金持ちの方が道楽みたいな、うん、ほんといろんな投げ方、もうガチ恋で投げる人もいれば、でもあれ運営さんだっていうふうな噂あってね。あ、ありましたね、塾長さんね、そういえばね、はい、うん、なんか塾長さんっていたんだけど、すごかったよね、お金の使い方がね。そうですね、1回で300万とか、そうですね、400万とかね、はい、お金ね、うん、そうですね、そういえば使ってたもんね、うん、そういえば、うん、あったあった、そういえばね、そういう人投げられたことある、塾長さん来た。まあそうですね、昔結構投げられたことあります。私来なかったんだよ、みんな来てたのにね、ほんとねえ、まあそうですね、ほんと、それはあるよ、だってね、皆さんね、だってね、うん、うん、だって可愛い子とかやっぱイケメンの子飛ぶもんね、ふわっち、いまだにね、だいたい上位そう、うん、ね、うん、そう、だいたい上の方そうよ、はいはいはい、はい、だいたいね、イケメンとか可愛いとか、まあまあまあ、いまだにね、結局でもあれじゃないか、なんかそのイケメンとか可愛いものにガチ恋して、うん、ガチ恋してなんかこうお金を投げ
たいっていう人がいるからその人が上いるだけで、多分全然その投げられてなく目立ってないでイケメン可愛い人って多分下に埋もれてる人もいるんじゃないですか。いやまあそうかもしれないけど、いやだってあんなの一人二人が多分投げなかったら、多分稼げない人たちいるじゃないですか。閲覧中でも関係ないフワッチは、まあそう本当投げる人いるかいないかなんで、そう、それは確かにありますね、でしょ、だって、だ逆に言ったら私たちみたいな大手の方がさ、はい、閲覧多い人のは結構飛んでないもんね。僕も今かそってますけど、いや、本当にね、そうでしょ、だって本当少ないよね、本当大手の人の方がね、逆に言ったら閲覧ある人の方がね。うん、あ、たけちゃんなびありがとう、どやさんありがとうございますね、まあ、投げる人いるかいないかっすかね、結局は、いや、どういう風に投げてもらうかっていう風に考えるのも大事よ。まあ、うん、ね、うん、そうだって最初はみんなだって見てさ、いきなり投げないもんだって枠なんて、見てて、ね、最初から投げないじゃん、はい、配信見てね、1回見て2回見て3回見て、あ、いいな、面白いなって言ってね、投げてみようかなっていう風な感じじゃんだってね。でも、多分最初で投げる人もいるんですよ。あ、いるの？いや、多分いるんですよ、なんかすごい、例えばお金持ちとかが、なんか別にこいつそんな興味ないけど、こいつ投げたらどんな反応するのかなってね、投げる人もいるんですよ。いや、俺も実際なんか初見ですとかつね、花火とかファントとかもらったことありますもん。いや、多分もともと多分ロムってたと思うよ。いや、でもまあそれは分かんないですけど、コメントで初見ですみたいな感じで投げられたこともあるし、まあそれは本当かは分かんないですけど、ロムってて多分あれじゃないの、見ててね、面白いなと思ってた。いろんな人いるからだって、そうねえ、だってこんなん投げないやんだってね。多分 YouTube とか多分知ってるじゃない、多分きっとあなたの場合は、はい、YouTube でも結構人気者じゃない。こんなの投げないと俺イケメンじゃないってことですか。それはイケメンじゃないでしょ。いや、俺でもそこそこイケメンじゃないですか。どこがよ、嘘でしょ。え、嘘でしょ、マジ本気で言ってます。中村君と同じ病気。え、俺そこそこイケメンだと思いますよ、自分のこと。え。ええ、クマありがとうございます。え、今なんかほら髪の毛とかこんな放置してこんな髪長いしあれだけど、いや俺ちゃんとすればそれなりにイケメンですよ絶対。いや今はちょっとひどいですけど。どうなの皆さん、私がおかしいのかしら。いやそれなりに俺イケメンな方ですよ絶対。どう皆さん、イケメン、若い時イケメンだったの。いや、まあ今でも、でもちゃんとすればそれなりにはね、まあ若い時は。若い時はみんなイケメンなのよ大体。そんなことない、若くてもイケメンじゃないやついっぱいいますよ。いや、私だってイケメンだったの昔は。ねえ皆さん、わかんないですけど。いや、ほんとモテたんだから、すごく。え、そう、ほんとっすか。イケメンか。男としてってことですか。男の時が。そうだよ、ねえ、中村君と同じ病気じゃない。いや、でもそこそこ中村君も自分イケメンだと思ってるからね。俺はそこそこイケメンだと思いますけど自分で。山下達郎だってよ。もうすぐ近いもんね、クリスマスね。ああ、なるほど。本当だね、クリスマスですね。そうだね、本当。歌がもうすぐ流れるもんね、本当。ひどなさんの昔知らんからな。でも、まあ、正直、この感じで、まあ、イケメンとは正直思わないですけど、わかんないですけど。いやいや、昔はイケメンだったの私、こうやめても。マジっすか？昔の写真とかないですか？あるよ。あるんですか？見る？あ、配信止まっちゃうんじゃないですか？あ、やめとくわ。あ、探してみて、ひどんな若い頃って検索してみて出てくるよ。おお、マジっすか？ヤフーで検索して、今出てきて。ひどんな若い頃。今どこに、今、マックいる、秩父のマック。一応移動しようか、そろそろね。ねえ、いや昔、今じゃないの、今別にそんな言って自分はね、イケメンだと思ってないもんだって。目を整形した私、これつけまつげで二重なんだよ。そうどんな若い頃、若い頃で打ってみて出てくるからね。あ、こんばんは。これか、誰か来るのかしら、七分のマックに。まあほら、どう？まあまあ、確かに写真見せていいんですか。ほら、これ1枚目のはちょっと乳首映るから。どれが一番イケメンだと思いました。これこれやっちゃダメですよ、乳首のがあるから。これまあまあ、でもまあ思ったよりかは全然。私これ25とか。あ、でも確か思ったよりかは全然イケメン。26とかね。いや、究極イケメンかって言われたらそうじゃないですけど、営業マンの時で思ったより全然イケメンですね。でしょ、皆さん。おう、モテた、この時。まあ確かに、モテた。
そう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 ね。もう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 持ってった。思ったよりかはイケメンですよね。裸のやつ結構イケメンでしょ。いやこう可愛いじゃん。じゃあこの時はそういう系あったんですか。何が？そうだよ。あこの時もある、ね。生まれつき。あ生まれつきなんだ。うんねえ。まあ、思ったよりかは可愛いでしょ。うん、まあまあ。ねえほら。うんいやこういうのないよ、まあ、別に究極イケメンとは思わないですよ。大体文句言うやつ大体ブサイクだよね。究極イケメンとは思わないけど、うん、まあどんなツラしてるのブサイクではないかなっていう。大体ブスだよね。秘書の批判してくるやつ大体。まあまあまあ、うん、匿名で言うと大体言うの大体ブサイクなんだよ。、ね、性格ブスカーブスなんだ大体。ねえほんとそうそうそうでしょ。俺の若い時のあったかな、うん、大体ブス、うん、ねえ。でしょ、うん、何たぬき52号さんがね、アメダちゃんありがとう。仲悪いのパンコちゃんと。仲直りしてくださいって今コメントで。いや、しないっす。なんか、ねえ。なんで私がね、間入らないときになるよ。ねえ、そんな。仲乗りさせてほしいの本当。じゃあこれよこしな金を、ね、ほらこの頃とか金よこしな。これ嵐の相葉ちゃん似てるってすごい言われたんですよ。ほらこれ二十歳ぐらい。あー若ーでしょ。ほら若ー。これニコ生の時。いや違う、まだニコ生それやってないです。若ー見てこれ二十歳ぐらい。俺これ相葉ちゃんってめっちゃ言われましたよこの頃。若ー。ちなみに写真加工してないですか。無加工。無加工っす。これ関慎吾若い頃画像とかで検索すると出てくる。若いよね。あ、気持ち悪いって言われてるよ。いや、相葉ちゃんってめっちゃありましたけどね、この頃。おでここの時から来てるよ。まあちょっと。あら、そう。整形したでしょ、顔。まあまあ。目を整形したの、慎吾。まあまあ、一応。何？埋没？いや、埋没2回あって、切開ですね、最初。あ、もう切開したの、最後。はい。ああ、そっか、切開したね。取れちゃうんですよ。埋没でしょ。そう、うんうんうん。でも切開したんだ。そうですね。あらーそうなんだ。そうそうっす。もう切開したらあれだもんね。もう切開しちゃったら無理だもんね。何がすか。元に戻らないでしょ。うん、いや多分戻そうと思えばできあの多分半永久的なもんだけど、うん、戻そうと思えばできないですか。分かんないですけど。でも今もうくっきりだもんね。まあまあまあ前も結構一人は良かったんじゃないの。いやなんか昔一重だったり二重だったりしたんですよ、うん、でなんかそれがちょっと嫌なのとやっぱ一重より二重の方がいいかなと思って、うん、整形よ整形、はい、でもなんか自然体だね目が。そうっすね。うんねえ。いやもともと二重とか なったりしてたんですけど。何増殖毛色植毛じゃないですか。植毛か。うん植毛だね次ね。いや植毛はしないですけど。うん植毛しないって、うんうん、お金がもったいないから。いやそうじゃなくて、いや別になんか生やすわけじゃないじゃないですか、うん、移動するだけだから、うん、なんかそれだと生えててもいいの。いやなんか移動するって嫌じゃないですかなんか、うん、いや生えてくるってんだったらいいけど、うん、ねえ、うん、あなたのリスナーさんいっぱい来てるわね今日ね。あ本当ですか。コメントなんかこんな感じがするよね。まあまあ配信してなかったですから、はあ、ねえなんかちょっと、うん、まあでも気づいてない人も結構いるかもしれないですね。あタイトルがね、うん、今日タイトル隠してるのよ。あそうなんですか。行きますって言ったらおかしいじゃん。まあ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 。そう私嫌なのよ。行きますどこどこ行きますって名前つけるの好きじゃないの私あんまり。なるほど。隠していきたいタイプ。あ枠見たらあらーっていうタイプよ。それってなんか私の枠のリスナーさんでしょ。あなるほどそういうことか、なんかあんまこう流れる感じじゃなくて、ね、関慎吾君のところに行きますって言ったらそういう人いっぱい来るじゃん。まあまあ野獣馬系の人がね。確かにそれは好きじゃないの。なるほどなるほど。あんまり。ハートありがとうございますね。私の枠のリスナーさんでたまたま見たらあらーって慎吾くんだっていう感じなのよ今回も。へえ。そうそうそう。なるほど。うん。あんまだからあなたをネタに使ってない。本当ですか。うん。はい、会えたらいいなって感じだったから今日ね。なるほど。まあ会えなかったらもうしゃあないねって感じだったよね。今日。なるほど。心霊釣り橋かなって言ってたよ。そうよ。え？釣り橋かしらみたいな感じ？ちょっと。もう死んでいいんじゃないですか。そうそうそうなんでよ。ここで話しててだってもう結構遅くなってますよ。よくないよだってあんた死んでて結構夜の方が結構盛り上がらない。いやまあまあ遅い方が。そうなんですけど。ねえ、
夜の方が盛り上がるよね、だって大体ね。まあまあまあ。そうだよ。そう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 。吊り橋怖いよ、だってあなた。ねえ。まあでもあそこ結構怖いですね、マジで。うん、そうだよ。え今何映ってるから名前入れなくて失礼誰あなた言った入れてもいいですけど、うん、誰あなたは言ったどっちもいいですけど別にいいじゃない、うん、別にねえそんなじゃ名前を使って人を呼びたくないのこのガン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 ねえなるほどなるほど今でも多いんだからいいじゃん、はあ、ねえそう夜これからなんだしね信号いやこの夜これから夜暇じゃないの毎日いやいやでも俺パチスロ言ってますからねなんだか何がパチスロよねえもう期待値を毎日追い求めて朝から行ってないでしょ当然まあ朝から行く時もあるけど、うん、ちょっと最近ちょっと怠けちゃってもう疲れちゃったから、うん、昼ぐらいから行く時多いっすねでしょ、うん、大丈夫じゃんね普通に広域にいてる気がするそれ結構昔言われました広域好きなんでしょ結構好きっす、ね、うわーなんでうわーなんすか何がうわーなんすか何なんか前に比べるとなんか論破っぽい感じだよねあ、そうですか。なんかあ、ちょっと影響受けてるかもしれない。理屈っぽい感じがする。なんかつまんない。あ、でも昔からちょっと理屈っぽかったけど、うん、いやいや今の方がもっとなんかあ、でもちょっと広い感じがする。ちょっと広域に影響されてるかもしれない。うん、ねえ、あの人の影響受けてるよ結構ね、好きなんでしょう。まあ、ああ、そうだ。好きで思い出した。何？知ってます？何？タッキーツイッターやったんですよ。知ってる。すごくないですか？あれだよ、うん、タッキーがツイッターやって。うんまだ本人かちょっとどうなのかなってところで2日ぐらいで今フォロワー170万とかいた見た見たやばくないですかあれすごいねやばいっすよね、うん、でもなんかあのキンプリもやめたでしょそうっすねねえキンプリでもさキンプリでもなんかデビューして5年目なんでしょまだそんなにいってないっすね5年だったらまあアイドルとしたらもう5年って経ったらもうさ、はいはいはい、そろそろ解散でもいいかなと思っちゃった私もまあ、ジャニーズって結構長いですからねデビュー組がなんか一回出てきたスマップからだよね長くなったのって結構ねああまあ確かに確かにそうスマップがなんかもうそれ長いあれじゃない30になっても40になってもアイドルみたいな感じ作っちゃったでしょ確かにそうそうだって昔の渋垣隊とかさ光源氏ってもうすごく解散しちゃってたのそうですね確かに確かに男組とかね、うん、そういうなんか昔のジャニーズってそうそうそうね今が長いんじゃないのかなって感じするわまあ言われてみればそうです TOKIO もそうだし確かにあそこら辺ねだから5年だったらまあ普通かなって感じあ窓ガラスが不気味って何よ窓ガラス何不気味どうしたの何なんか映ってるあっ何かあったねえ何か映ってるうん横何も映ってないよそう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 なんですよ、ね、もうね何も映ってないよタッキーがツイッターやってて俺僕ちょっとわーって思っちゃった興奮したの興奮しましたねあ好きなのいや俺もともとジャニーズジュニアになりたかったんですよでそのきっかけが滝沢秀明だったんですよえなんでもう一回言ってジャニーズになりたかったあそうですあの昔、うん、あれ日野田さんって俺とタメぐらいですよねそうだよあじゃあ、うん、多分分かると思うんですけど同い年だよね昔あの、うん、タッキーが、うん、あのなんだっけ怪奇クラブだから目標の階段みたいなやつあった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 あれ見て、うんうん、うわーと思って俺と同じぐらいの、うん、ねまあ、タッキーの方がちょっと上なんですけどでも言うても同じぐらい多分4歳ぐらい上かな、うん、同じぐらいの人がこんな活躍してるみたいなで、うん、目標の階段超面白いなと思って俺もこうなりたいと思ったんですよ、うん、でちなみになんですけど、うん、あの山下智久いるじゃないですか、うん、メアピンねそう山下智久も俺と全く同じことを思って、うんうん、あのジャニーズに自分で応募して受かったんですよ、うん、はーそうだからその分かったジャニーズジュニアになりたいって思ったそのきっかけそしてなりたいって思ったところまでは俺山下智久と全く一緒なんですようーんただ慣れたか慣れてないかの違いでいや山 P はだってあれでしょうやっぱ次元が違うじゃん、まあ、でも俺あれジャニーズ送ったの二十歳ぐらいだったんでちょっと遅かったんですよねいやでも TOKIO のさ坂本くんじゃないわあれ V6 だっけ坂本くんってそうっすね坂本くんもそうだよね大体遅かったじゃんそうっすね V6 デビューするのとそうっすねあの時だって20センチュリーだっけなんかあったじゃんグループああのトニセンっすねうんトニセンみたいなやつ神セン、ね、とトニセンっすねうん年齢っていう風な問題じゃないじゃないのだってなんかもともとだって坂本ってあれですよねなんかあの、うん、なんだっけ営業かなんかの仕事やったみたいですからねあじゃあ大体ジャニーズって違うんだよあれ自分から送るんじゃなくて大体あれだよね
あの自分のなんか妹とか お姉さんとか友達が送って、そうよく言いますよねそれね。そうだよね、大体親が送ったりとかすんだよね。そうそうそう、それよく言います、ね、あ自分からあんま送ってないね大体ね、ほぼジャニーズの人たちってあんま大体、同級生の推薦とかね大体大体そうみんな言う人多いですね。 そうだよ、うん、ねえ、うん、あ中島、ああらケンティもそうなの、あらやだケンティいやあらやだって何、好きなんですか。うちの母がケンティ好きなのよ。あ、そうなんですか、うん、そうそう、私はね平野くん好きなの。へえ、キンプリ知ってる。いやまあ一人一人のメンバーまで分かんないですけど、ね、平野くん好きなの。へえ、かわいいね平野くんね。はい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 、ね、平野くんもそうなの、あらやだ平野くんはいいのよ、好きだから。うん、ひどんなさんが一番好きなタイプの男性は誰なんですか、うん、そのジャニーズだけじゃなく全部のジャンルで。私ね何でもいけるのよ。何でもいけるってとこ雑食だから私変わったのよ趣味が私は。でも特にってのはないですか、うん、なんか。いや私あえて言うならみたいな、五郎丸ちゃん。え誰それ。ラグビーの。わかんねえ、わかんない、ね、有名な人なんですか。ラグ見てごらん、五郎丸ちゃん。ラグビーの人。そう、何でも食べれる私。ガッチリ系もいけるけど、ジャニーズ系の、あでもキンプリは、まあ、いや ラグビーはガッツリ系だろうね。でもね私ね、あのジャニーズあんなにハマったの、いや、え、な、なに、ゴロ、いや、ゴロ丸ちゃん。ゴロ丸。キンプリはね、私 CD 買うまでになったから、私が CD を買うってそういうことよ。これ、うん、わざわざね、キンプリの CD を買うって、皆さんね、相当。うん、でもほん、あれいや本当にあもうね、本当に男って感じですね。いやそうなのよ、いやキンプリはねジャニーズじゃないジャニーズなのよ。うん、ダンスがねすごいのよ、とにかくかっこいいのよね。皆さんね、ダンスがピカイチ。うん、あんなジャニーズいなかったもん今まで。あそこら辺までね、すっごい上手い人、キリキリっとしてるダンスなんて。そうそう、あの5人ねメンバー。うん、ねえ、だいたい軽い感じじゃん、ジャニーズのダンスって結構ね、まあ、ダンスも上手いけど、あんななんかヒップホップみたいななんかダンスね踊るなんて、そうよ、まあ、キンプリあんま知らん、まあ、知ってるけど、そうそう、キンプリだから海外デビューを目指したんだよ。ああ、なんか言ってましたね。うん、やっぱ世界に通用するあのアーティストっていうかね、うん、そうそう、あのなろうっていう風にしてたから、はい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 、いやスノーマンも上手いけど、うん、キンプリの方が今一番上手いと思う、やっぱり。うん、やっぱ YouTube の再生回数も2000万回いってるもんね、1回のその曲のやつで。もうすごいですね、すごいやつでね、あれ、あれ何回まで見てんだな、どう、まあ、曲系は繰り返されますからね。でしょ、うん、でもなんかキンプリそんな言ってあのデビューね、そんなものすごく華々しくなかったよね、あんまなんかね、なにわ男子の方がなんか今すごいよね。最近プロモーションかかってる、なにわ男子の、ね、最近のジャニーズあんま分かんないですよね。あ本当、そう、昔のジャニーズは分かるんですけど、うん、なにわ男子すごいよね、レギュラーも持たせてもらってさ。あそうなんだ。ああやってプロモーションもすごいじゃん、だって。うん、そう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 、まあ、なにわ男子は別に私あんま好きじゃないけど、平野さん結構見るんですね、そういうの。いや見てるわよ、だってあなた本当当たり前じゃないの。いやなんか結構配信 してる人とかってあんまテレビ見ない人とかいるじゃないですか、うん、私最近テレビ見る。へえ、見るようになった。テレビいつから見るようになりました。最近。あじゃあそれまでやっぱ見てなかった。見てない、全然配信ばっかりだった。そうっすよね、やっぱ配信してる人ってなんかあんまテレビ見ないですよ、ね、うん、なんか時代遅れちゃうなと思って。まあ確かに確かにね、わかる。なんか普通に俺もなんかもう本当配信をやるか見るかでテレビ見ないって人だから、なんか本当たまになんかこうテレビの話とかになったらついていけないんですよ、もう全然。そうだよね。いやそれこそ今のなんかキンプリがどうのこうで言われても、いやもちろんキンプリとかその知ってるけど、うん、全くその詳しく知らないんで。ああね、そう、そうちゃんとね見ないとね、時代にね。それは確かに。これが流行ってる、あれが流行ってる、こういう話が流行ってるとかね、かそういうの結構見ないといけないわよ。まあまあ確かに確かにね。皆さんわかる、今流行ってるタレントさんとかさ。あー、ね、最近のタレントは全然わかんないですね。そうそうそう、話題にこうついていかないとさ。確かに。リスナーさんとかやっぱ見てるじゃん、テレビとかって。どうなんだろう、やっぱなんか振ってくるとやっぱ私もこう反応しないと。あね、えいやでも結構分かれるんじゃないですか、本当配信しか見ない人と。い配信者ってずっとなんか配信つけっぱなしを知るけど、はあ、あれ多分絶対脳老化してると思うよ老化。 やっぱ新しいニュース見たりとか話題見たりとかね、あ、まあ、いろんな討論見たりとかして、うん、
あの話についてかないとやっぱ学ばないといけないと思う。まあ確かに確かに、やっぱり、うん、じゃないとなんかね、ループになっちゃうかな。ああ中身もね、ループになっちゃって。まあまあまあ。そうそうそう。確かに確かに。うん、だってなんか ループの人結構多いじゃん、配信者でもずっとなんか。確かに。ね、同じことばーか喋ってる人。なんか配信やって配信しか見てないから、もう世間のこととか多分分かんない人多いと思いますよね。ちょっとだ配信者って少しなんか、はい、あの知恵みたいなものがあって、うん、こういう風なことってこういうことなんだってっていうちょっとポロって言うと、あそうなんだってみんな言うじゃん。ひーちゃん物知りだねとか言われるの私結構ね。はいはいはい、そういうとこも結構大事よね、なんかね、まあまあまあ、逆にみんなにちょっと教えるみたいな、少しねポロって教えるとかすると、あ、はい、あらーみたいな、ひーちゃんよく知ってるわねみたいな感じじゃん、ちょっとね、はいはいはい、少し賢く見せたいみたいな、そうそう、ちょっと賢いっていうかちょっと知ってんのよみたいな知恵をね、なるほど、そう、あよくひーちゃん見てるねっていうことよ、情報を知ってるんだねみたいな、あ、まあまあ、そう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 ね、逆に言ったらそういう大事だよね、うん、まあ確かに確かに、引き出しみたいなやつを、うん、ほんとねえ、うん、だいたいフワッチなんかだいたいでも誰かの悪口言ったりとかあとなんか女芸とかね、まあまあそういう系だもんね、今ねフワッチって、そればっか見てると多分ほんと頭おかしくなりますね、どっかのコラボみたいなやつで確かにそれで終わりだもん、だいたいね普通に、うん、雑談っていないもんな、もんね、うん、雑談だけの配信者いない、あ、まあ確かに確かに、フワッチって確かにいないっすよね、うん、いや、かそるからよ。まあ確かに。うん、ねえ、やっぱり。力ないもんね。まあそうですね。それなりにナーボーコンとかいないし。あ、石川紀之さんだってね。はいはいはい。あ、なんか石川紀之さんのあれなんかバズってないですか、なんか。知ってます、なんか俺。ツイッターとかでしょ、いや、なんか YouTube 見るんすか、うん、あ、そう、ツイッターのなんかやつもそうだけど、多分あの人の動画の切り抜きで、うん、バズってる。ショート動画で。バズってる。結構何十万再生とかしてる、されてるの、うん、結構ちょくちょくある見るんですよね。そうそう、バズってる。結構あの人なんか今、ショート動画で、うん、多分本人が上げてないと思うんですけど。いや、ほんと今バズってる、ね。リスナーが多分上げたやつだと思うんですけど。今バズってる石川さんめちゃくちゃ。うん。うん。TikTok も結構バズってるよ。石川さんとか、そう、なんかショート動画っすよ、うん、YouTube のあの YouTube も結構バズってる今、あ、そうなんだ、すっごい伸びてる YouTube のね、チャンネル登録者数、あ、そうなんですか、ツイキャスやってないんだよもう今ね、あ、そうなんだ、うん、あ、ここちゃんありがとう、そうそう、 YouTube もう、今ツイキャス今ちょっとあれだもんね、あんまやってなくて今 YouTube メインで今やってる感じ、あ、そうなんですか、だよね、なんか俺が見たのなんかあの、うん、多分その誰かリスナーが上げた天才のやつなんですよね、うん、やってるんだ、それのショート動画で、うん、あれこの人こんなに再生数いってるんだとか思って、そうよ、そう、なんかショート動画で結構再生回数いってるのは、うん、ちょくちょくあなたもやりゃいいやんね、だったらそんなこと言うんだったらね、おー、えー、あなたもやりゃいいやんだったらそうっすか、でしょ、なんだろう、なんかなんだろうな、何感覚的にはすけど、なんか、なんだろう、うん、レペゼンのあの、DJ 社長いるじゃないですか。うん、あれがなんかこう、なんか、すげえ昔バズった動画知ってますよ。なんかあの、ただこうなんか、物事、あ、なんか世の中のことに、ああだこうだか物言いするみたいな。ただ喋ってるだけですごい再生回数いったやつあるんですよ。うん、あ、そんなのあるの？そう、なんか仕事がどうのこうのみたいな、仕事 やりたくないんだったらやめちまえよみたいな、なんかそんなずっと言ってる、うん、なんかただほんとその、なんだろう。世の中の物言いみたいなのに喋ってる動画があって、それすげえ昔バズったんですよ。へー、なんかイメージとしてはあんな感じ、なんかその石川紀之さんのなんかのショート動画のバズってるやつ、だからほんとただなんか世の中のここおかしくねみたいなことをなんかしゃ、まあひろゆきにもちょっと似て、まあひろゆきみたいに論破系ではないんですけど、なんか延長、あ、私の配信完走するわ、やる配信、いや、やんないですやんないですよ、なんでよ、意味ないですか、いや、だって俺今やっても意味ないから、なんで八丁湖行く、八丁湖、うん、あそこ八丁湖心霊スポットよね、確か、あそこ湖みたいなところ、あ、そうなんですか、あそこ怖いよ、怖いね、あそこ怖いよね、みんなね、ほんとあれいるわよ、でも懐中電灯ないと危ないよ、そうっすね、あそこ出るよね、お化け、お化け出る、あそこ何フフフフって、わかんないです、わかんないです、わかんないです、お化け出るわね、そうそうそうねえ行ってみる、お化け出るところ、お化け、どっちがお化け見に行くかホテルティファニー行くか、まだお化けの方が全然、ね、全然全然いいと思います、僕どっちかだよね多分ね、その2つしかないんだな、
じゃあお化け行きますか。お化け行く。あ、お餅ちゃんありがとう。お化けの方がいいっすよ。おやすありがとう。お化けの方がいいと思います。お化け行く。じゃあお化けに行く。はい、ホテルへ行ってもいい。ホテルは絶対嫌です。ホテルは絶対嫌です。ね、あ、まあ、大将くん近いの。まあ、ある意味あのお化けよりお化けがいますから。なんでよ。お化けよりお化けでいい。覚えてなさいよ。ホテル、本当覚えてなさいよ。あなたホテルでこのお化けと遭遇したらやばいでしょ。覚えてなさいよ。本当充電する大丈夫。お化けよりお化けですから。充電大丈夫する。あ、だ大丈夫です、はい、ある。お化け以上にお化けでしょ。あ、訴えるわよ。訴える。裁判よ裁判。裁判よ本当ね。裁判よ本当。あなたも妖怪みたいなもんじゃないの本当。まあ、これのワイコですよ。佐合城ってやつですよ。もうあれだよね、あの豚のやつ、超ハッカーみたいなやつ。ねえ、もう本当よ。てか、本当に行くんですか今から。行く、なんで行こうよ。なんで、え、あれ、あれは懐中電灯とかドンキで買います。ドンキ遠くないっすね。え、越谷近いでしょ、こっから。え、越谷って近いんでしょ。遠いの。越谷、越谷って近いですか。八丁湖なんだけど、ちょっとわかんないですね、越谷って。八丁湖、ほら、ここ八丁湖あった。30キロだよ、ほら。近いじゃない。30キロそこそこありますよ、ね、ちょっと遠いね。ありますよね。そこそこありますよね。1時間かんのこっかな。え、なに、ここに何あれがあるんですか、あのドンキ。ドンキここら辺にあるの。ねえ、ドンキここら辺にある。探せばいいの。50キロなんだけどどうしよう。遠いでしょ。え、遠いでしょ。さちょっと考えましょう、これからの言葉を、はい、近いとこにしましょう。そうですね、いや遠いですよね。どこが近い、ここから心霊スポットって。いやー、でもあんま知らないですけど、その橋ぐらいしか分かんないですよ、ここら辺。橋行くじゃん。でもかないよ、懐中電灯。コンビニとかでいいじゃないですか。コンビニで売ってる。まあ多分そのルーメン